渋谷ヒカリエで今日、未来の福祉を提案する展示会が始まりました。今までの福祉の概念を超えていこうということで、身の回りのこの福祉に関わる、こうなんていうか、公共の事業も含めてですけども、いろんなことをこうなんていうかアンテナを広げていただくような、そんな機会になればというふうに思います。この展示会は、障害者をはじめとしたマイノリティや福祉そのものに対する心の障壁を取り除こうと、2014年から未来の福祉を提案しています。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、オンラインでの開催となりました。ピリオド A180075 東京都港区港南263。配信会場となる渋谷ヒカリエでは、視覚障害がある人のために文章を読み上げるスマートフォンの無料アプリや、従来のものよりコンパクトになった最新の電動の車椅子などが展示されていました。このオンライン展示会は来週の火曜日まで開催されます。